進。去年は1回戦負けという悔しい思いをしているので、今年は一戦必勝で一つでも多く勝って目標の甲子園に向かって頑張りたいと思います。今まで支えてくださった両親や監督さん、OB など全ての方々に感謝の気持ちを持ってプレーして、一つでも多く勝てるように頑張っていきたいと思います。春の予選負けまして、ちょっとチーム自体雰囲気は悪かったんですが、あと練習とかそういうのをやるしかないということをミーティングでしっかり言い聞かせ、それに向かってついてきてくれて、守備中心の練習でしたが、守備の方はぼちぼち出来上がって、バッティングの方もこれからというところで1ヶ月残してそこらで上げていきたいと思っています。本当に今部員39名いますが、それぞれ努力をしています。やっぱりその努力というのは必ずいつかは報われます。それが野球で結果が出なくても必ず社会に出て報われると思うので、それを信じて今は野球を一生懸命やって、結果を恐れず自分の力を信じてやってもらえれば、おのずと結果っていうのはいい結果につながると思っております。絶対勝つぞ。